反強磁性も式図ず反強磁性の磁化率の温度依存性反強磁性とは、隣り合うスピンがそれぞれ反対方向を向いて整列し、全体として磁気モーメントを持たない物質の磁性を指す。金属イオンの半数ずつのスピンが互いに逆方向となるため、反強磁性を示す。代表的な物質としては、絶縁体では酸化マンガンや酸化ニッケルなどが挙げられる。 なお、これら酸化物における相互作用は超交換相互作用によって説明されるが、スピンを逆向きに揃えようとする反響自生相互作用は超交換相互作用のみに由来するものではなく、強自性を説明したハイゼンベルクの交換相互作用においても、自生軌道間に重なりがあればその係数は、負となり、反響自生相互作用をもたらす。強自生体と同様に、 反強磁性もその性質を示すのは低温に限られる。熱揺らぎによるスピンをランダムにしようとする効果のため、ある温度以上になると、スピンはそれぞれ無秩序な方向を向いて整列しなくなり、物質は常磁性を示すようになる。この転移温度をネイル温度と呼ぶ。ネイル温度以上での磁化率は通常は近似的にキュリー・ワイスの法則で表すことができる。なお、反磁性は、 反強磁性とは全く違う現象である。多くの反強磁性とフェリ磁性において、その相互作用の起源は、超交換相互作用である。反強磁性での超交換相互作用においても、格子状に整列する多数の磁気モーメントの向きによって、磁気特性が説明される点では、共事性と同様であるが、反共事性体では一種類のイオンが、半数ずつの副格子に分かれて、 それらが互いにほぼ反対方向の磁気モーメントを持つ点で異なる。超高乾燥後作用の概念図マンガンの例、酸化マンガンを例に説明する。二つの副格子に存在するマンガンイオンをそれぞれ MN2、MN2 と表現する。超高乾燥後作用は左右を MN2 と MN2 に挟まれた酸素イオン O に対の三つのイオン間で働く。MN2 の三 d 軌道に フントの規則によって同じ方向を向いたい5つの電子によるスピンが存在する。2つのマン,ガンイオ用に挟まれた酸素4を2体のに P 軌道の1つの電子が MN2 の 3D 軌道にある電子の1つと化学結合するためにスピンの向きが互いに反対向きとなってエネルギーを最小にして安定となる必要がある。MN2 等2が 電子のスピンの向きを反対にして、化学結合した反対側の MN2 も O2 体の 2P 軌道の電子と化学結合するために、それぞれの電子のスピンの向きを反対にするが、この時、O2 体に残っている 2P 軌道の電子の向きは、最初に MN2 と結合した 2P 軌道の電子とは逆向きのため、MN2 は O2 体を挟んで、MN2 とは逆方向に結合することになる。 この二次接動の結果として、MN2 と MN2 の持つ5つの電子のスピンは、ほぼ反対方向を向き、互いに打ち消し合うことになる。これが、反強磁性での超高感相互作用である。上記の説明は、典型的な反強磁性について述べている。いくつかの物質においては、より複雑なスピン配列が形成されている。全体として、磁気モーメントを持たないという点で、これらも、 抗議の反強磁性と位置づけられている。また、フェリ磁性や弱強磁性は全体として磁気モーメントを持つために強磁性の一種と位置づけられているが、スピン配列から見るとむしろ反強磁性の変形である。スピンデバイスにおけるスピンバルブのピンソとして用い、直の方向を固定する磁気工学の基礎い大田敬造。 諸協律出版1973年、ISBN4 から320002008、志村文雄監修、小林久里真著、親しむ時生朝倉書店1999年11月、初版第一冊、ISBN4 から 254227647P103、25 P、前後。ありがとうございます。